プログラミング言語の基礎理論シリーズ、プログラミング言語のモデル、その第2回、今回はですね、数学的な準備としてですね、集合と集合演算、それから基本的な証明手法、この復習を行います。今回の内容はですね、教科書の1.2節、本書で使用する集合に関する記法、主にこの内容なんですが、この内容に加えてですね、基礎的な事柄の復習を含めることにしました。すなわちですね、集合の考え方と集合演算、種々の集合の構成、基本的な証明手法、これらですね。で、この目的と意図はですね、この本書、すなわち型理論を初めて学ぶ方々がですね、種々の形式的な手法、数学的な、リーズニングの基礎を獲得することなんですね。で、その意図はですね、その長年の経験と印象によるとですね、この形式的な手法といってもそれほど難しいものことは出てこないんですが、ただですね、慣れていないとここが一つのバリアーになって、なかなかその何を言っているのかわからないといったようなことが起こりやすいかなと思いました。で、内容はそんなに大した難しいものではないんですね。その論理学的な枠組みというのは、ルールが分かれば簡単にその、積み上げてですね、展開をしていくことができる、そういう分野だと私は思っています。で、他のことはあまり知らないんですが、数学ではですね、非常に深い洞察やですね、数学的な直感を必要とするような、そういう分野あるんだろうと思いますが、ここはそのようなことはない。すなわち、大した数学的なといっても大したことはなくて、誰でも学びうると、私はそう思っているので、ただですね、その慣れが必要であると、その慣れを獲得しようと、そういうことですね。で、そういう目的なのでですね、集合の厳密な扱い、これを展開することはしません。で、もしですね、そういう方面に興味のある方、例えば公理的集合論ですね、厳密な扱いというのは、この分野などに興味のある方にはですね、この解説論文、これをお勧めします。伊藤清先生、数学の基礎としての集合論、数学基礎論研究1の1巻の1号ですね。で、この解説論文はですね、 J ステージから自由にダウンロード、無償でダウンロードできます。で、これはですね、非常に厳密に書かれた、その初心者向けというか、ゼロから集合というものはどういうものか、集合で何が構成できるか、答えは全てがなんですが、というようなことがですね、きちんと書いてあるわけですね。もちろん当然伊藤先生ですから、非常に厳密で、しかも読みやすい解説論文なので、これをお勧めします。で、ここではですね、直感的な集合という概念をスタートポイントにして、種々の形式的な基礎を学ぶということですね。で、その集合の構造やですね、記法、演算などを復習するにはですね、論理学的な記法、論理的な記述をマスターしておく必要があるので、簡単な確認です。で、以下の記法を用います。まずですね、 P、 長い矢印ですかね、この矢印 Q、 これは P ならば Q という、そういう意味に使います。で、この二方向矢印 P、 二方向矢印 Q、 これはですね、 P 矢印 Q かつ Q 矢印 P のことですね。したがってですね、 P と Q は同値であると、そういう意味で使います。で、この記号 for all xp、 これは全ての、あるいは任意の x について p であると、そういうふうな記法ですね。で、この exist の記号 exist xp、 これはですね、ある x について p、 そういう意味として、記述の中で時折使用します。で、ここで P と Q は命題、文ですね。で、X はですね、命題で言及されるかもしれないものの名前ですね。例えば例を、簡単な例を考えてみましょう。で、X と Y は自然数を取る変数とします。で、この命題、For all X, there exists Y。X
は y より小さい。この命題ですね。これはですね、こう順番がありますね。for all x でこれ全体である。で、これ全体は exist y でこれである。とこうなっていますから、これはこの for all x 全ての x についてというのがこれ全体にかかる。それに注意するとですね、これは任意の自然数についてそれより大きな自然数がある。まあそういう意味になりますね。そうですね。で、この exist と for all、これ逆転するとですね、exist x for all y、 x は y より小さいか等しい。逆転して、まあこの大きいより大きいをより大きいか等しいという記号に変える。で、この命題、これはですね、この順番で x が存在する、以下が成り立つ x が存在する。で、これはこの部分が全ての y について成り立つ。ですからこれを読み下すとですね、全ての自然数より等しいか小さい自然数がある。その自然数 x、 ある自然数があって、全ての y についてこれであるということですから、このような意味になるということですね。このようにですね、 for all x や for all y のですね、命題 p はですね、 x に当然依存する。一般にですね、依存する。そういうことになるわけですね。ですから、この順番に、こう、重ねて出てくる場合は、この順番と、それから、フォーオールとエグジストの依存関係に注意をする必要があります。ということですね。これは、まあ、ですね、まあ、慣れ親しんでいるかもしれませんが、まあ、念のための注意ですね。それではですね、集合概念を復習しましょう。集合の理解ですね。で、集合をですね、こうすでにあるものの集まりとこういうふうに理解するということにここではします。ですね、この理解ではですね、このものはですね、区別同定できるもの、さらにですね、特にですね、同一性、まあ、イコーリティの日本語訳は、まあ、ちょっといろいろ可能なので、ここではイコーリティ、この言葉を以降使うことにします。で、すなわちですね、x イコール x プライム、この真偽が判定できるもの、これが仮定されていると、こう理解されます。で、このもとでですね、集合の基本概念というのはですね、この関係、x は s の元である、 x は s の要素である、この関係ですね。この関係が集合の基本概念です。で、集合 S を考えるということはですね、この関係を考えることなわけですね。で、今ですね、この関係、X は S の要素であるこの関係の条件がですね、P of X と表せるとき、この S という集合はこのように書くと。X 縦棒 P of X とこう書くと。まあ、縦棒はコロンを使う方もいらっしゃるかもしれません。まあ、ここではこの縦棒を使います。とこう書くこととします。これがですね、まあ基本的な素朴な集合の考え方、出発点ですね。集合の基本概念が理解できたところで、ではですね、集合間の関係と集合演算、まあ非常に基本的なことで皆さんよく理解していることではあるんですが、これをもう一度復習してみましょう。で、なぜこのような当たり前のことを復習するかというとですね、これがですね、その論理学的な、論理的な、まあ、証明とかですね、リーズニング、推論の基礎になるからですね、従ってこれをもう一度理解するというのが、そのように、まあ、無駄ではないということですね。ですから、基本的なことですが、確認をしましょう。まずですね、A と B を集合とし、と、まあ、つまりですね、A と B が集合であるといった瞬間にですね、この A と B に関する基本概念、すなわち、要素が A に属する、要素が B に属するというのが了解されたと。そういうふうに仮定される。そこでですね、その了解内容を P of X、Q of X とこうすると。まあ、これはですから抽象的に、まあ、具体的に何かがここに来るわけですが、そういうものが了解されているとする。このもとでですね、最も基本的な集合の関係、それはまあこれ、例えばこれですね。A、集合 A は集合 B の部分集合である。これはどのように定義されるかというとですね、すべての x について、この関係、x が a の元である、a に属する、 x が a の要素であるならば、 x は b の要素でもあると、こう
書くことができる。これがですね、この、サブセット部分集合の関係の定義ですね。でこの P と Q、これは論理学的な述語ですが、これで言い換えればですね、P of X ならば Q of X であると。この論理学上のこうインプリケーション、概意命題で表されるということですね。したがってこれを証明しろと言われたら、これを証明すればいいと、ということになるわけです。同様にですね、確認をすると、A と B は等しい集合である。これはですね、この関係が if and only if、同値関係で結ばれる。この P と Q で言えば、P と Q はこの同値であるという、この同値命題になるということですね。これがまあ非常に当たり前のことですが、確認をしておくと。で、あとはですね、集合演算。最も基本的な集合演算。これはですね、A と B のユニオン、和集合ですね。これもですね、この、集合の基本概念で書き直せば、この関係またはこの関係である。そういう X であると。ここに来るのは X の述語です。すなわちですね、この集合に属する要素の関係というのは、これの関係、この関係とこの関係をまたはで結んだもので導かれる。まあ当たり前ですが、そういうことですね。論理学的に書けばですね、P of X または Q of X。これは論理命題。一つの論理命題です。この論理命題が、この集合の、この和集合のですね、その基本概念、すなわちですね、要素にが属するという、それを代表するということになります。同様にですね、共通部分。これはこの関係とこの関係が両方成り立つ。論理学で書けばこうなるということですね。で、これはですね、A、集合 A から集合 B を引いたもの、まあ、こう、セットマイナスですね。この集合、この集合は、この関係かつ、この関係でないという、そういう関係になります。論理命題で書けば、P of X かつ、not Q of X、こうなるということですね。まあ、非常に基本的なことですが、このようなことを確認しておく。そうするとですね、これを証明しろと言われたら、これを証明すればいいと。というようなことがよく理解できると思います。でも集合のですね、その概念が理解できたので、さらにですね、集合の集合というものを簡単に構成することができます。すなわちですね、集合のイクオリティ、これが定義されたので、まあ、集合にはですね、そのイクオリティが定義されているわけですね。その先ほどの基本概念によって、イクオリティは先ほどのように定義される。そこでですね、集合の集合を当然考えることができます。でですね、このスクリプト A というのを空でない集合の集合とします。そうすると、それに対してですね、以下の演算を定義することができます。このビッグユニオンのスクリプト A。これは A は集合と集合ですから、まあ、直感的にはですね、この中にあるすべての集合の和集合を取って得られる集合。まあ、その基本概念で書き直すと、X がこれに属する条件はこれである。A というのが存在して、 A はですね、この A に属するこの関係はすでに定義されているはずですね。この A が集合であると言った瞬間に、でかつですね、 X はこの A に属する、こういうもの、すなわちですね、このスクリプト A に属する A の要素、そういうものをすべて集めたものとなりますね。で、ビッグキャップ、ビッグインターセクションのスクリプト A、 これはですね、この集合の基本概念で書くとこのようになると。X のその条件はですね、すべての A について A がこの与えられた集合の集合に属するなら、その X は A の要素である。そのような X をすべて集めたもの。で、ここに来るのは必ずですね、この X の述語になっている。これもそうですね。このようにして定義することができます。すなわちですね、そのすべてのこの A、スクリプト A に属する A、すべてに属するですね、そういう要素を全部集めたものということです。で、まあ、例
としてですね、自然数で添え字付けられた集合 A の 0、A の 1、A の i というそういう無限な集合列、集合があったとします。そうするとですね、この集合を全部集めた集合というのをもう作ることができます。これです。この集合ですね。A of i を要素とする。A of i はすでに与えられているとして、i が0以上のすべての任意の自然数。この集合ですね。で、そのビッグユニオン、この定義によればですね、この x、以下のような x をすべて集めたもので、この x というのは、このある i があって ai の要素である。ということですね。ビッグインターセクションも同様ですが、ここが for i ですから、x がすべての ai に属するそういう x をすべて集めたもの。というふうにして、この、まあ、その集合の集合、それのインターセクションやユニオンというのを考えることができます。これは単なる例ですが、まあ、このようにしてですね、集合は構成していくことができるということですね。次に集合の構成ですが、一番大事な集合の構成方法が、これがですね、直積、デカルト積と呼ばれるものですね。これはですね、集合 A と B が与えられたとき、その直積、これを A×B とこういう記号を使います。これはですね、A と B の集合から新しい集合を作る、そういう、まあ、構成方法なんですね。で、直積と呼ばれる。これはですね、このように定義する。だけですね、このそうすると A×B という集合はですね、このような集合である。で、ここはですね、この要素はですね、このような形のものをすべて集める。ここはですね、このカッコ A×B、 これはですね、順序対としてすでに理解している。まあ、これは単に2つを並べたもの、順序 AB のこの順で並べたもの、そういう意味で、これは何だと、これはまあ理解しているとします。そうするとですね、この A と B というのを並べたもので、A と B に関する条件がこれである。すなわち A はラージ A の要素であり、スモール B はラージ B の要素である。そういう AB をすべて集めたもの。これがデカルト積、直積ですね。すなわちですね、この A と B、これが例えば自然数であれば、この例えば座標のようなものになると。ですね、で、このデカルト積は N 字の直積に一般化できます。すなわちですね、 A1 から AN という集合が与えられたら、その直積を、その A1 から AN からですね、新しい集合 A1 から AN の直積、これを作ることができて、内容はですね、このような内容、すなわちその要素の関係はこのように条件として書き下せるということですね。で、これがですね、最も基本的な構造なんですね。ある意味ですね、この集合の構造は、ほとんどのものはこのデカルト積から作ることができるということと言っても過言ではないほど重要な、最も基本的な構造なんです。デカルト積からですね、直接派生する重要な概念に関係というのがあります。で、これも復習してみましょう。集合 A と集合 B の関係 R、まあ、R はですね、リレーションですから R という、この文字を使うことが多いですね。 R とは A と B の直積の部分集合、すなわちですね、関係 R というのは、この A×B、 この直積、デカルト積の単なる部分集合に過ぎない、まあ、これだけですね。で、この B と A が同じ場合、 A と A の関係、これを特に A 乗の関係と呼びます。で、 R が関係の時ですね、A と B の要素、つまり関係している要素がですね、R に属する、まあ、関係している要素っていうのが、属するから関係している要素なわけですが、A と B がこの R で関係している、この組がこの関係、この部分集合に属する、この関係を、まあ、この関係というのはメタレベルの関係ですね。この関係を ARB と、この R を演算子として使って、このように書く場合が多いですね。で、この表記を使ってですね、A 乗の関係を R として、3つの性質を定義します。で、以下の定義ではですね、スモール A、スモール B、スモール C を A の任意の要素とする。すなわちですね、それぞれの文について ABC を任意にとる。そういうことですね。まず第1番目。
任意の A について、 A は自分自身と R で関係している時、 R は反射的であるという。次、2番目、スモール A とスモール B が R で関係し、かつスモール B とスモール C が R で関係するなら、スモール A とスモール C は R で関係すると、このようになるとき、R は水位的であるという。3番目、A と B が R で関係しているなら、B と A も R で関係している。こうなるとき、R は対照的であるという。まあ、以上の3つの重要なですね、性質が定義されています。でですね、さらにですね、これらを使って同値関係、イクイバレンス・リレーションってやつですね、同値関係というのを定義します。同値関係はですね、反射的、水位的、対照的な関係、この3つが同時に成り立つようなそういう関係を同値関係と言います。で、このちなみにですね、同値関係、これはですね、名前の通り、同値、すなわち同じであるという概念を表す数学的なモデルなわけですね。で、同じというのはですね、まあ、日常の今度我々がよく使う同じですが、それをですね、その抽象的に数学的で表現したものということになります。それではですね、同値関係の例を見てみましょう。同値関係、すなわち同じであるというような、そういう概念の数学的な表現ですね。これの例、つまりですね、同じという関係はですね、いろいろな関係がある。それを確認する意味でもですね、これをちょっと関係を見てみましょう。で、まずですね、一つの例、ID という名前を付けましたが、この関係はですね、このような集合として定義されます。A と A、すなわち自分自身で、全ての A について、 A、A というこれだけの関係。これは同値関係、まあ、もちろんこれは A 上の関係ですが、同値関係であるということは簡単に確認できますね。反射的、当然ですね、自分自身が含まれる。これ自分自身しか含まれないので、当然水位的になります。これ A と A ですから、逆にしても当然 A と A なので、対照率も成り立つということで同値関係になります。で、この同値関係はですね、まあ直感的にはですね、このような関係、我々がよく理解しているこのような関係の表現と理解することができます。このように自分と同じものはいない、同じものは自分自身だけである、まあそれもですね、同じという概念ですね。まあ、ここで自分もいろいろ変わるじゃないかと、まあそういう話はまあ置いておきましてですね、これはその通常の意味でですね、全ての個体は全部違うという、同じものは自分だけである、まあそういう同値関係の表現と見ることができます。で、これは最小の同値関係ですね。それに対してですね、 A×A、 この A 自身のデカルト積、 A 自身の直積全体、これはこの集合そのもの、部分全体も部分集合の一つですから、全体はですね、これも A 上の関係ですが、これも同値関係であるということが確認できます。当然3つの性質が当然成り立つ。で、この関係はですね、直感的に言えばですね、例えばですね、全ての人は同じである、まあ何かにおいてですね、例えばその、まあ権利においてとか、法のもとにとかですね、全ての人は同じであると、そういう同じ、まあ、の表現と見ることができます。これがまあ最大の同値関係で、まあそれ以外にいろんな同値関係があるんですが、まあこれとこれはトリビアルと言いますか、極端な例なので、まあもうちょっとですね、普通のと言いますか、技術的な定義をしてみましょう。で、ここではですね、自然数集合を考えると。で、自然数 X と0でない自然数 N についてですね、X を N で割った余りをですね、X モッド N と書くことにします。この記法を使ってですね、自然数の集合上の関係、まあ、ここではこう書くことにします。これをですね、以下のように定義すると。で、この定義はですね、このデカルト積に属する、まあ要素となる X と Y の組の条件としてこう書くということですね。N は与えられている。XY がこの関係に属する、この関係で X と Y が関係しているという条件はこれであると定義される。で、 N で割った余りと Y を N で割った余りが等しいとこう定義します。そうするとですね、この関係は同値関係であるということが確認できます。まあ、例えばですね、 X と Y がですね、この
まあ、自然数で表されるなんとか年、まあ、西暦でもよろしいですね、年であるとすると。で、この N を12にとると。で、この同値関係を考えると、12で割った余りが等しければ、これは等しいということで、例えばですね、X と Y 年の絵とは同じであるといったようなことの表現になると。まあ、単なる例ですね。で、まあ、問1。これが同値関係であることを示す。これを書き下してみることを勧めますね。まあ、やってみればよろしいわけですね。まあ、反射的である、まあ、当然ですね。この余りが等しい。自分自身の余りは同じに決まってますから等しいというようなことをですね、やってみればよろしい。ぜひやってみることをお勧めします。何の難しいことはないわけですが、やってみることをお勧めします。次にですね、関係に関する演算、すなわち既存の関係、与えられた関係から新しい関係を作る、そういう仕組みをですね、確認しましょう。関係の合成と併法ですね。まずですね、関係 R、A と B の関係、関係 S、B と C の関係、このような2つの関係を合成することができます。で、合成はですね、この R と S を合成すると、こう言うんですね。で、順序があります。で、合成はですね、この順序を逆にして S〇R、 こう書くことにします。この関係はこの A と C の関係になると。ですから A と C のデカルト積の部分集合になると。どう定義されるかというと、これがその定義ですね。X と Y が関係している条件がここに書いてあります。Z というのが存在して、X と Z が R で関係し、かつ Z と Y が S で関係する、そのような XY の組であると定義します。で、この注釈注意ですが、この慣性の合成記号、R と S の合成とこう逆に書くんですが、これはこの記号はですね、教科書では使用していません。で、さらにですね、この記号はですね、場合によってはこの R と S をこの順に書く、あるいはここにセミコロンを書いて RS と書くような場合もあります。ですから若干ですね、この合成が出てきたらどの順番かというのは気にした方がよろしいと。ここではですね、この後で出てくる関数合成と同じ向きでですね、この記号を使います。で、以上がですね、合成ですね。で、これはですね、後でですね、簡単な練習問題で再度出てきます。次にですね、A 乗の関係 R ですから、 A と A の関係 R の水位的平方 R プラスおよび反射的水位的平方 R スター、これを定義します。これら R プラスと R スターはそれぞれですね、まず R プラス、これは R を含み水位的な最小の関係と定義されます。またですね、この R スターは R を含み反射的かつ水位的な最小の関係と定義されます。まあ、ここで最小というのはどういうことかというとですね、この関係というのは、この場合 A 乗の関係ですから、 A と A 自身のデカルト積ですね。ですから、これは A×A の部分集合。部分集合はですね、集合の方眼関係によって順序付けられます。したがって、この大小関係はどちらがどちらを含むかによって付けられる大小関係です。例を見てみましょう。自然数の集合上の関係は NEXT と、まあ、こんなものを作ってみます。この NEXT はですね、 N と N プラス1、これが関係している全ての N についてですね、とこう定義されます。すなわちですね、次の自然数という関係ですね、プラス1、3と4とか4と5とか、そういう関係と定義します。そうするとですね、NEXT の反射的水位的平方は自然数上のですね、大小関係というか、これですね、大きいかまたは等しい。大きいかまたは等しい。Y は X 以上である。そういう関係であるということが確認できます。関係というのが定義できれば、その派生概念としてですね、関数を定義することができます。すなわちですね、集合 A から集合 B への関数、通常 F、ファンクションですね、F という文字を使いますが、F はですね、
単にですね、A×B、A と B のデカルト積の部分集合、すなわち関係で、かつですね、以下の2つの条件を満たすもの。最初の条件は任意の A について、ある B があってですね、A と B が F で関係している。すなわち全ての A について、それと関係する B が存在する。これが1番目の条件ですね。で、2番目の条件が任意の A について、もしですね、A と B が F で関係していて、かつ A と C が F で関係しているなら、この B と C は等しいと、こういう条件です。ということでですね、この2つの条件はですね、関数として読めばですね、1番目の条件は、すべての入力 A に対して必ず出力があると。まあ、結果があると。で、2番目の条件はですね、結果は1つだけであると。1つだけであるというのはですね、2つあるように見えたらそれは等しいと、こういう形で書き下す。これが論理学的な1つだけであるという書き方になります。これは関数の条件ですね。関数の、まあ、定義ですね。で、さらにですね、簡単に用語を確認しておきましょう。で、この A が B で F で関係しているというのはですね、こう関数的に読めばですね、F が A を B に移すと、マップすると、まあそういうふうに読めるわけですね。で、その A の移す先の値を F カッコ A、この B ですね、これを F カッコ A と書く、またはですね、単に F ブランク A とこう書くと。これはですね、ランブダ計算流の書き方で、これは数学的な書き方。まあ、ラムダ計算はですね、関数学的な関数とは言えないので、これはですね、ラムダ計算をの意味となどを関数として、まあ、議論するときに、この書き方をするというのが、より正確だと思います。まあ、このような2つの書き方を使うと。で、さらにですね、F が集合 A から B への関数であるときはですね、このような記号を、このように書くと。まあ、ここはですね、この記号、これを記号だと思ってください。あるいはですね、この記号は A から B の関数すべての集合と見てもよろしいと。まあ、どちらでもいいと。まあ、これ全体を記号と考えるということにしておきます。でですね、この A、この F が A から B への関数であるとすると、この A、最初の A をですね、F の定義域と呼んで、ドメインカッコ F、ドムカッコ F と書くことにします。で、関数というのは関係ですから、関数が2つ、A から B への関数と B から C への関数 G があったらですね、これを合成することができます。この合成はですね、関係の合成と一緒ですね。ですから書き方はですね、G 丸 F とこう書きます。これは以下のような関数、すなわち以下のような関数的な関係になります。A と B がこの関数で関係している。で、A、任意の A について、この B はですね、まず F を適用する。まあ、1個しか結果ありませんから、F を A に適用した結果、G をその結果、F の結果に適用した、その結果が B である。これは関数合成の定義ですね。で、注意ですが、こう以上の関数の定義はですね、集合論的、すなわちですね、グラフとしての関数の定義。関数を単に集合として定義したと。ですから、ここで移すという言葉を使いましたが、実際にこの、ですね、この移すが意味するような計算をして結果を出すという、そういうことが可能であるとは限らない。そういう要素はここでは何もないんですね。でですね、もう一つ注意点ですが、F が A から B の関数で、かつ B が C の部分集合であれば、F は A から C の関数でもある。すなわちですね、この関数という概念の、この通常この B 行った先の集合、これは地域と呼ばれる場合もあるんですが、地域は、まあ、全ての値を尽くしているとは限らないので、これをより大きくとってもですね、やはりこの F はこの A から C への関数でもあるということになります。これも注意点ですね。で、先ほど関係の時も書きましたが、この合成の記号はこのように書く場合もあると。すなわちね、F と G を合成すると、こう順番に書くと。これはですね、この適用の順ですね。カッコの X と書くとですね、この記号を使うとですね、ここにカッコの X と書く。
ということになりますが、この順番、適用でまず F を適用して次に G を適用すると、まあ、適用順の、まあ、こう適用順と理解できる。これはですね、合成の方向ですね。そうですね、 F がこっからこれで、さらに G、 F がこ A から B で、でその B の結果を受け取って B から C であると、まあ、こういう合成の順番としてこう書く場合もあると。ここではですね、こちらの表記を採用するということにします。以上はですね、関数の定義ですね。ではですね、集合に、最後の話題である集合に関する基本的な証明手法、これを学びましょう。で、これはですね、タイトルは若干まあ大げさなタイトルですね。つまり集合に関する基本的な証明手法などというものはあるかどうか分かりません。ただですね、ある程度こう標準的なやり方というのが存在します。で、形式的な手法でも何でもそうなんですが、このまあ論理学的なこう推論を重ねていく、こういう活動でもですね、ある程度まあ慣れ親しんでいるというのが大事だと思います。それがですね、証明など怖くはないと、そういう状況になると、そういうふうに期待される。そこでですね、そのようなですね、体験をしてもらうためにですね、この証明を一緒にやってみようと、そういう意図で用意した材料ですね。で、そのための例題、まあ例題ある程度複雑じゃないとその体験はできないと思うので、ちょっとした、まあちょっとだけ複雑な例題を作ってみました。で、これはですね、まず準備として集合 A 上の関係を R とし、これは与えられているとします。何でもいいんですが、 A 上の関係 R が与えられているとして、 R から作られる関係の系列 R0、R1 と無限に続く系列を全化式で以下のように定義します。 R の0は ID、 これは前に出てきた括弧 A カンマ A 括弧閉じで A は2位の A の要素、最小の同値関係ですね。 R0 をこれに取ります。で、 R の N プラス1をですね、 R と R の N の合成とします。合成ですからこのように書くんですね。これ R で関係して、さらに RN で関係する、そういう関係ですね。このように定義します。で、命題はですね、R スター、R を含み最小の水滴反射的、反射的水滴平方。これは前に定義しましたね。まあ若干複雑な定義をしています。そういう集合、そういう関係がですね、この全化式で定まる系列の集合のビッグユニオンを取ったものに等しいと。これを証明してみようという命題です。ということですね。で、この証明に入る前にですね、一般的なですね、方針というものを、まあ、こんなふうに考えるんだということをですね、ちょっと復習してみましょう。まずですね、与えられた命題、この場合等式ですが、基本概念を用いて書き下す。まあ、この定義を展開するとですね、次にですね、この書き下された命題を示す。で、この場合命題を示すためにはですね、通常は任意の弦を仮定する。つまり何の前提もない弦を仮定して、それに関して、その特定な弦に関してですね、命題を示す。そうすると全ての要素に関する命題が示せることになる。まあ、こんなことをすると。で、命題に繰り返し構造が現れれば機能法を試みる。大体こんなものかなと思います。で、実際にですね、このような方針をこの命題に適用して証明をしてみましょう。それではですね、以上を念頭にですね、実際にこの等式を証明してみましょう。これは集合の等式ですね。ですからまず等式の定義を展開する。そうするとですね、この等式を証明するにはですね、この集合がこちらの部分集合で、かつその逆、こちらの集合がこの部分集合であるを示せばよいと、こう展開できます。そうするとですね、あとはですね、この部分集合関係とこの部分集合関係それぞれを示せばよいと。で、まず第1番目、この R スターがこのビッグユニオンの部分集合である、これを証明することになります。
で、この場合ですね、集合の包含関係、この標準戦略は通常はですね、こちらに属する元を任意にとって、それがこちらに属すると、こうすればいいわけですね。ただですね、この標準戦略はこの場合は使えないんですね。まあ、それを確認するためにですね、まずこの定義を展開します。R スターの定義はですね、このようになっています。R を含み反射的推移的な関係の最小のもの。問題はですね、この最小のものという、このような複雑な定義になっています。ですから、この関係、まあ、これ関係は集合ですから、この集合の任意の要素を取ってというのがなかなかできない。そこでですね、これはまあ標準戦略が使えないので、何とかしようということで、洞察をします。まあ、戦略を考えると。答えを言えばですね、この場合の戦略は以下のようなものですね。この最小のものということはですね、この部分の最小ですから、この部分がですね、この右側のこの集合に対して成立すれば、こちらは最小ですから、この包含関係が証明できることになります。そこで、それがこの以下を示せば十分であるということですね。こちらの集合がですね、この R スターの定義の最小のものというもの以外のこの関係を、この性質を満たす、すなわちですね、R を含み、反射的かつ推移的である。これが言えればですね、これは最小のものと定義してあるので、これでこの部分集合の関係が言えたことになるということですね。まあ、これはここまで洞察ができれば、あとは簡単でそれぞれを証明すればいいということになります。それでは証明してみましょう。まず最初のこの命題ですね。これはですね、定義によってですね、 R というのは R1 に等しい。これが示せます。まあ、これ確認してみてください。 Rn の定義の1の場合ですね。そうするとですね、R1 はこの集合、これビッグユニオンですから、N の0から全てを集めたものですから、R1 はこの部分集合になっている。ということでですね、この R はこのビッグユニオンの部分集合である。これが示せたことになります。次にですね、これですね、反射的である。反射的であるというのは定義によってですね、ID を含めばよいということですね。ところがですね、この ID は Rn の定義によってですね、R0 と定義されます。で、R0 はですね、このビッグユニオン0からですから、当然これの部分集合である。ということで、反射的である。これが言えることになります。最後にですね、推移的である。これはですね、推移的であるを証明するために、まずですね、この関係の任意の要素 XY、 この関係で関係している任意の要素 XY と YZ、 この Y が共通する XYYZ、 この2つを取ります。で、この XYZ には何の仮定もありません。ということで、任意の元を2つ取ると、ただしこの Y が共通しているとこう仮定します。そうするとですね、定義により、すなわちですね、これビッグユニオンですから、この要素がこのビッグユニオンに含まれるということは、どこかの RN のどこか、どれかに含まれるということになります。そこでですね、そのどれかを、このこちらが含まれるどれかを K とします。で、こちらが含まれるこの RN のどれかを L とします。するとですね、定義によって XY というこの要素は RK の要素であって、 YZ は RL の要素であるということが言えるわけですね。そういう K と L が必ず存在すると。そうするとですね、これはこの関係を見るとですね、これはですね、関係の合成の形をしています。 XY がこれで関係していて、 Y と Z はこれで関係している。そうするとですね、この R の N 乗という、こういう R の N という定義によってですね、指数法則のような形の、法則が成り立つということが確認できます。まあ、そんなに難しくはないと思います。各自確認してみてください。結論としてはですね、XZ、 この X とこの Z がですね、R の K プラス L、
この関係で関係しているということが言えます。確認をすることをお勧めします。で、従ってですね、この K プラス L というのはもちろんですね、 N は0以上のすべてですから、このビッグユニオンの部分集合になっていますから、この XZ というのはこのビッグユニオンに含まれることになるということで、これで推移的であるという証明が終わったことになります。次に逆の関係を示します。すなわちですね、この集合がこの集合の部分集合であるという、この証明をすれば終わりですね。で、これはですね、こう標準線略を使います。これはですね、すべての N 全部をユニオンしたものということで、ここに、繰り返し構造があります。繰り返しというのはプラス1を繰り返すという繰り返し構造があるということでですね、任意の N についてそれぞれの Rn が R スターに属する、部分集合であるということを示せば十分である、ちなみにこの N は今選んだ N で、この N は仮の名前の N ですね、いろいろ変わる N では違う N ですが、ですから、これは K とした方がいいかもしれませんが、これは N でも問題はないわけですね。これ形式上、これは選んだ N で、これは媒介変数、束縛変数の N です。今以上は注釈ですが、任意の N についてこれを示せば十分であるということで、これはですね、すべての N についてですから、N に関する機能法、これが標準戦略ですね。あとは任意の N について示せばいいということになります。示してみましょう。で、N に関する機能法ですから、0の場合、R0 を示せばいいんですが、R0 は ID ですね、定義上。で、R スターは反射的という仮定、そういう条件がありますから、R0 を含む、R0 は ID、で、ID がこの R スターに含まれる。これはですね、反射的であるというのの定義ですから、これで終わりですね。R0 は成り立つ、R0 はこの部分集合であると。次にですね、RK が R スターの部分集合であると仮定して、RK プラス1を考える。考えるということは、その RK プラス1の任意の関係している要素を取り出すと。X、Y。これを RK プラス1の任意の要素とすると。そうすると定義によってある Z があって、XZ が R で、かつ ZY が RK である。ということですね。そうするとですね、この R スターの定義によって R 自身は R スターの部分集合である。今仮定したように RK も R スターの部分集合である。ということですから、XZ は R スターで関係していて、ZY も R スターで関係しているということがわかります。で、R スターは推移的ですから、従って XY、この XY は R スターで関係している。ということで、この R の K プラス1は、この部分集合であると。いうことが言えたことになります。で、以上でですね、この等式の証明、ディテールとな、ステップバイステップのすべてのステップの証明をしたことになります。で、この証明を、皆さんフォローされた方はお分かりと思いますが、大抵のものは標準戦略でいいわけですね。定義に従って、その、書き換えると。で、あとはですね、その証明すべき命題が確定したら、その何の仮定もしない要素を選んで、それに関して証明すれば全てについて言えると。そんなようなことを言えばいいということですね。ただし、この場合はですね、一つだけちょっと厄介なことがあって、最小のものであるというのを言うために、少しの洞察がいったと。ということですね。で、このようなことをしていくと、この問題はですね、その、後でその、これに続くといいますか、すでに公開しているビデオのその機能的な集合の中でも同じような戦略がより複雑な形で出てきます。ですからそういう意味でこれは例題としては手頃な例題だと思うので、皆さん自分で納得するまでですね、確認してみることをお勧めします。これがですね、証明の例、証明戦略になれるというそういう内容ですね。以上でですね、簡単なその数学的な準備は終わりです。あとはですね、そのよりこの
重要なといいますか、その言語の定義というのがあらゆるところで出てきます。例えば型の定義、型も言語の定義ですね。それからその型同質の定義とかですね、いろいろな定義が出てくると、それらの定義はですね、すべて機能的に定義される。なので、この機能的な定義のですね、構造とその性質を理解しているというのが非常に重要であると思います。で、それに関してはですね、詳細な、理論の説明がですね、教科書にあって、それはですね、この3回にわたるビデオ、これはですね、型推論特別講義で、すでにですね、ここですでに紹介されています。これはですね、教科書に書いてあるですね、言語の機能的な定義の説明になっているので、この3回のビデオをですね、学習して、理解するということを強く勧めます。ということですね。以上で今日の内容は全て終了です。